軽いな。軽い。はい、ワード2頑張ります。光へのこの下の道でいいのかな。光へが多分これでしょ。この下の道でいいのかな。これでいいのかな。ハートプレゼントありがとう。ワード2合ってる。光へを左手に見てる通り、今日早上がりだった。おされ、あれ、これで合ってんのか。ツタヤとかある、あのなんだっけなんだっけ、あの竹下通りじゃなくてなんだっけ、ツタヤとかある、あのなんだっけ、丸九の交差点のところでいいの。光へは右、いや右、どういうこと。今ここ有名なところ、ハチ公とかあるところにいるよ。ハチ公とかあるところにいる。なんだ、何やってんだ。 YouTuber かな。わざつ今ハチ公とかの前の方にいるんだけど、ハチ公とかどの辺に行けばいいの。外周近い丸九のところだね。 YouTube の撮影やってるね。白い仮面かぶって、どうすればいいの。まっすぐ行っていいの、これ。これまっすぐ行っていいの。これここまっすぐ行っていいっすか。合ってる。そしたら交差点渡って蔦屋の左の井の頭通り、蔦屋の方に行けばいいのね。西武のある通り、丸九の方行くってこと。どこだろう。ツタヤの中に入るの。右とか、ツタヤを右とか左とか言ってもらいたいかな。ツタヤを右左とかの方がもう何々通りっていうのが全然わかんねえんだ俺。だからツタヤあるでしょ、そこ右とかそこ左とか。ツタヤの右こっちがね。 OK OK OK。 左の通り、みだり、右ね。オッケー、あざーす。右で良きかな。オッケー。てかこの信号を渡れるかどうかが不安だ。ママに言って早く帰ってもらった。そうだったんだ、ありがとう。
いっぱいいるな渋谷は。ひたすらまっすぐだけど、どこかで落ち合えるなら来てもらった方がいい。のんたん見てる？これのんたん新宿でまた待ってもらうの悪いよな。もう寝かせてあげたい。いいよ俺自宅まで歩くわ。ちょのんたんかわいそうになってきた、こんなくだらないことで。なんか自分のさやりたいことのためになんか彼女が寝てないのとか超かわいそうになってきた。もうだってこれさ新宿駅2駅着くのに1時間半ぐらいかかるもん。いる？のんたんさ、原宿で会ったらさ、もう新宿かわいそうだからいいよ、寝ちゃっていいよ。多分これもう相当時間かかるから家まで帰るから俺。うん、大丈夫？なんか申し訳なくなってきたわ。もう何時間かかるかわかんねえからさ。ここひたすらまっすぐね。寒い。監視してます。いや悪いっしょマジで。監視が仕事。痛え足。良い子のみんなは真似しないでねってこういうこと言うんだな。おお、マネージャーさんいらっしゃい。ヘトヘトですヘトヘトです。もう膝がやばいですね。頑張ります。リスワンありがとうございます。おかげさまでリスワンいただきました。
ありがとうございます。おーすげえ、アメ車だ。すげえな、なんかアメ車がジャックしてる、この通り。キャデラックがすげえな、キャデラック乗りが集結してんだけど、すげえ。うわ、ロールスロイスもあるよ、旧車のロールスロイスとか。やっば、超かっけー、すげえな、すごい。もうなんか20台ぐらいでジャックしてる、古い、なんかビガビガに磨いたキャデラックとか、そういう店なのか、ここが。うわ、こんなソファー欲しいわ、こんなソファー欲しいわ。やばいよね、いくらぐらいするんだろう。頑張ります。ミーティングかな、わかんないけど、なんかいっぱいいるよ。すごいね、かっこいいよね。寒いよ、前祝いとかなんかな。明日成人の日じゃないでしょ、明後日でしょ。あ、そっか、もう開けてんのか、明日か。合ってるわ。すげえな、すげえな、すげえな、ハイドロ組んでるよ、すげえな。やべえ、うお、すげえすげえすげえ、超超発してる。うお、すげえすげえ、ハイドロ組んでる、やば。全部キャデラックだよ、あれ。やっば、やば、ほらほらほら、来た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 、ほら来た、やばい、超やばい、すげえ。ちょっと映せなかったわ。すげえ、かっけえな。寒い、ああ。すごいね、30台ぐらいジャックしてて乗り回してたんだね。いや、もう歩けねえわマジで。風呂入りてー、飯食いてー、歩きたくねえ、歩きたくねえ、歩きたくねえ。はあ、はあ、はあ。
痛い。寒い、痛い、帰りたい、帰りたい。で合ってるかな、まっすぐかな、でかい道で、これ左か右かな、どっちだろう、どっちだこれ、左違うな、右だな多分。あっ、ガードくぐっていいのかなこれ、大きいところガードくぐる感じね。いやね、尊敬するとかじゃないから、笑い物にするところだ、こうゲラゲラ腹抱えて笑うところだから。右はダメ？右はダメ？左？左か、ガードくぐらないの。左行くよじゃあ。笑えないよ。それでも笑ってもらわないと困るんだけどな。原宿まで線路をくぐらない。オッケー。このままどこか遠く連れてってくれないか。君は、君こそは。原宿渋谷消防署。日曜日よりの使者。例えば世界中が土砂降りの雨だろうと。なってる日曜日よりの死者、流れ星がたどり着いたのは、悲しみが沈む西の空、そして東から、登ってくるものを迎えに行くんだろう。日曜日、渋谷消防署通過しました。よりの死者。ヒマラヤほどの消しゴム一つ、楽しいことをたくさんしたい。ミサイルほどのペンを片手に、面白いことをたくさんしたい。
んまない。夜の金網をくぐり抜け、支配者たちはいびきをかいてる。ハックルベリーに会いに行く。危ない橋を渡ってきたんだ。ヒマラヤほどの消しゴム一つ、楽しいことをたくさんしたい。ミサイルほどの弁を片手に、面白いことをたくさん。海岸体育館の前の次の路地右に行かないと歩道橋を登る羽目になる。あーもう遅いね。わかんないけどもう無理だと思う。登り坂きつい。足が上がんねえよ。2センチも上がんねえよ。くっそ。くっそ。まだまだ先。何言ってんの。ずーっと自分と戦いだから。ずーっと自分と戦いだから。最初から自分の戦いですよ。生まれた時から死ぬまで。俺は誰とも戦ってないです。誰とも争ってないですよ。ずっと一人遊びしてきたんですよ。ウォール新宿。ウォール新宿です。ってことはまだ原宿先ってことか。はいよ、頑張るよ。ありがとう。永遠なのか本当か、時の流れは続くのか、いつまで経っても変わらない、そんなものあるだろうか。見てきたことや聞いたこと、今まで覚えた全部、でたらめだったら面白い、そんな気持ちわかるでしょう。オッケー、右折しました。幸せを探した時に、愛し愛されたいと、あー見えてきたゴールが、考えるようになりました。そしてうわ遠いな。
NHK の電波塔が見えてきた。君の強さも隠しがちな弱さも組んで、時の流れと空の色に何も望みはしないように、素顔で泣いて笑う君の、なんだっけ、君にでは、エナジーを燃やすだけなんです。電車止まってますよ。山手線止まってますよ。遠いな。遠いな。車っていいな。お金がないから歩くしかないんだな。かっこいい車も乗れないし、かっこいい腕時計もつけられないし、家は借家だし、仕事はバイトだし、飯はいつもコンビニ弁当。いや、もうマイソングでしょこれ。まだ痛みある、大丈夫。でもノンタンがいる。かなり病んでる。いい子なのにね。竹串で刺す。マジか、一駅長えよ。一駅に30分かよ。まだ着かねえのかよ。あと二駅なのに。もう本当に一つ屋根の下じゃん。本当にあんちゃん見たくなるとは。本当にあんちゃん見たくなると思わなかったわ。ほんの小さな
出来事に愛は傷ついて君は部屋を飛び出した真冬の空の下に絶え間なく降り積もるこの雪のように君を愛せばよかった。のんたんどこだろうね。のんたんどこ。花火ありがとう。のんたんどこですか。のんたん。のんたんどこだろう。原宿駅行っていいのかな。原宿駅行っていいっすか。のんたんどこ。これ明治神宮のところじゃないの。のりこボンバーへ。のんたんどこだろう。のんたんどこ。のんのん陸橋渡んないといけないのかな。これ突き当たったんだけど。駅か。駅行くね。待っててね。陸橋か。やだな。陸橋か。もうやだな陸橋。駅だったら陸橋渡んなくていいんじゃん。渡らないで行くか。うん、渡った方がいいのかなこれ。え、これ渡んないといけないパティン。え、渡んないといけないのこれ。あ、これ渡んないといけないパターンだ。あ、めんどくせえ。めんどくせえ。あー、マジめんどくせえ。あー、めんどくせえ。上がんねえな。階段きついね。手すりが冷てえな。階段やばいよ。下りもきついけど上りもきついんだな。いや、のんたん目の前にいるけど俺には果てしなく遠い距離だから。革靴だよ。革靴だよ。手詰めて。
痛くない。痛くない。やばい。ずっとこのペースだわ。もともとこのペースでもずっと五反田あたりからずっとこのペースだわ。もう果てしなく遠いわ。一駅15分20分の道が40分とかもう地獄だわ、こんな。曲がんねえ、マジで。痛いに決まってんだろ。痛くねえわけねえだろ。痛えわ、僕。痛いわ。痛えわ。超えろ。階段の後マジダメージでけ。なんで駅目の前なのにこんな時間かかんだよ。あと一駅二駅なのに。誰もいない東京に。俺の東京。マジでやってみこれ。寝たい、食いたい、温まりたい、目をつぶりたい、耳を塞ぎたい、聞きたくない、歩きたくない、立ち止まりたい。喉が渇いた。煩悩まみれだな。人間の欲は底知れねえわ。
煩悩まみれだよ。進め。行った。いた。またげねえわ、ごめん、のんた。のんた、またげない。お疲れ。ちょっと濡らすで、うん、あかんねえ、ちょっと持って、はい、はあ、違うな、これ違う、足上げんの無理だわ。これをケツを乗せて回転させるしかねえんだ、腰を。うわあ、ダメだ、あかんねえ。引っ張ってくんね、これ太もも。ああ、太もも引っ張って、お願い。どうやって引っ張って、よいしょ。休憩。あったけえ、マジで。何分に俺ここちょっと一回これ荷物後ろやって、で、あの車邪魔にならないところにちょっと一旦ずらそう。シートベルト。一旦ずらそう。でも後ろから車来てるから、これがどういったら、うん、何分かかったこれ、もうダメだ、記憶がない、分かんない。何分待ってた、何時に着くっつったんだっけ俺。1時半っつったっけ、そんぐらいかな。それで40分遅れか。止めて、大丈夫そうなところらへんに止めて。来ないでしょ、分かんないけど、そこもくぼる、うん、膝が。リップクリーム、リップクリームちょうだい、ありがとう。外して、足上がんない。だから階段がいかに辛いか分かるでしょ、これすごいから。うわ最悪。嘘だろ、坂かよ。下っての上りのみたい
いやマジで俺足こんくらいしか上がんねえんだよ今。やばい。だからこんくらいしか上がんないのよ。だからちょっとでも段差あるとぐねるのよ。あと膝が上がんないのもう。だからすって横にこうなんか横にスライドしながら歩いてるって言ったらいいのかな。ジグザグに降りていく。うん、あいや下り危ねえなこれ。今何時？ 2 時半。ご飯できてんの？うん。マジか。何に塗った方がいい？縦に塗った方が潤う。っていうかヒリヒリして痛いんだよね。メンソールが。いや、リタイアしていいかどうかは俺が決めることだから。あのね、なんか勘違いしてるけど、リタイアしていいよっていう権限があるのは俺だけだから。俺の人生において俺の決めたことをやめるかやめないかの決定権は俺にあるの。俺がやめるかやめないか決めるから。俺はいつもそうやって生きてきたんだわ。うん。やめるときは俺の意思でやめるわ。そこから批判は全部受け入れるわ。やめるかやめないか俺が決めるわ。うん。気持ちは嬉しいけどね。言ってる意味はそういう意味じゃないのはわかるけど、今もうドーパミンとかアドレナリンとか出まくってるから本音しか出ないよ。もうこっから先本音しか出ないから、うん、リタイアするかしないかは俺が決めるんだわ。決定権は俺にあるんだ。俺の人生の決定権は。ありがとう、はい、うん、素で悪いけど、え？いや、いらん、いらん、いらん、もう余計な 1g でも身軽にしたい。で、荷物捨ててこう。もう残りのこのバッテリー充電フルなんだよね、これ、うん、これ2時間持つから、これで新宿までもう行き切ろう。ノータ新宿で待ってる。どうすんだ。うん、新宿で待ってる。待ってる。じゃあもう荷物全部捨ててくわ。うん、これもう、ああ取れねえ。ちょっと待って、水分補給とかの前いろいろあるから。これ5時までかかんじゃねえのこれ本当に。で、これ持ってて。そう、やるかやらないか俺が決める。あったけ。太もも触ってみんもん。なんかおかしいはずっていうか、いや、うん、あと一駅かどうかって、二駅代々木、新宿長いよ、代々木まで。嘘。結構長い。代々木まで長い。まっすぐだよね、ひたすら。うん、そう。で、代々木からもすぐだよね。すぐ、広域に。広域にしてもらいたい。ちょっとマップを確認したい。ただ坂なんだよね。眠い。あ、これじゃあ行き過ぎかな。合ってる合ってる。左に曲がるのか。で左か。うん、秋葉から見てた、ありがとう。一番きついのは聖剣好き1万回配信だね。聖剣好き1万回配信は5000回目からずっと泣いてたの俺。泣きちゃくってたの。でも泣いてないでしょ。聖剣好き配信はそれくらいきつかった。
それかもしくは政権好き配信で精神力がタフになったか。政権好き1万回やるの方がきつい。12時間ノンストップ本気の政権好き一発ずつ。まだまだ大丈夫。今何時？9時からだから12時間で9時の3時間の5時間だから17時間で休憩だから休憩1時間17時間、9時から3時間の17時間か、17時間の1時間引いて16時間、16時間歩きっぱなし喋りっぱなし。スタンプが大変だよね。スタンプね、やりたかったね、最後まで。っていうか、日暮れると思わなかったわ。そう、もうここで全部、あ、重っ、こんなの持ってたの、俺。重っ、これね、重っ、びっくりした、今。こんなの持ってたの、俺。5キロ以上ある、ね。5キロ以上あるわ。びっくりした。5キロ以上ある。重っ、こんなのでやってたの。重っ。そりゃそうだよな、バッテリー3本。バナナ、ジュース、パソコン2台。バナナやってきた、バナナ。狂ってるわ。5キロ以上あるバッグ持ってた。もう気づかなかった。今、しばらくバッグ離してやっと気づいた。これで足が上がるようになるかもしれない。うん。いや、もう膝ぶっ壊れてる。足は上がんない。うん。バッグ自体が 2.5 キロぐらいある。空で。で、ペットボトル2本入ってるでしょ。パソコンでしょ。バッテリー3本でしょ。それは5キロあるわ。もうちょい待って。あれより重いね。あれより。あれぐらい。あれより軽い。あれより軽い。あれより軽い。それ膝ぶっ壊れるわ。それ膝ぶっ壊れるわ。重りだわ。80キロ体重80キロ。うん、いや、もう膝が壊れてる。膝がマジでイカれてるから、ジャンプなんかしたらもうね、立てなくなる。てかね、今立ってるのがマジで奇跡レベルだから。タバコ吸おう。ビーク、そう、今のリアクション、そうだよね、亀仙人の重りみたいな感じだよね。重っっていう。ナイキ歩いて歩いてる。ん？新速？ちょっと開けていい？うん。ちょっと温まってきた？うん、いや、だいぶ温まってる。こっちの方がきついと思うよ。なんかリスナー富士山の方がきついって言ってるじゃん。俺ね、多分そう見えるだけで、多分こっちの方がきついと思うよ。富士山は距離的には短いから。高山病とかってことでしょ。そう。っていうかあれでしょ、あいつらさ、ほら
あの台本っていうか演技やるさ、それっぽくね。俺多分ね、山の手の方がきついよ。俺富士山登ったことないからあれだけど、うん、絶対そうだと思う。3キロでしょ。上り坂できついっていうのはあるけど、もうだって足が上がんねえよって聞いたことなくない？富士山登ってて多分きつさが違うんだと思う。声遠くなった。のんたんがね、マイクのところにね今試着咲いてるから。親指聞こえるでしょ、うん、いやカメラのアングル今日相当ブレてるよ。後半俺普段カメラのアングルほんとブレないもん。ブレブレだよね今日。富士山1合目から登ることないもんな。それだわ。1合目から登ったら多分これよりきつそう。みどりさんチャリで行ったから。バカだよね。バカはチャリから1合目で。バカだねみどり。家から。バカだね。ほんと体力バカだよねみどりさんって。しかもあの人さ、リアクション系がないじゃん。あーとかうーとかさ、あの顔変わんないじゃん。かわいそうだよね。本当はさきついはずなのに、みどりさん全然きつそうに見えないかんね。アスペだかんね。やばいよね。うん、みどりさんがやってんの相当ハードだよ。今日飯食ってぐっすり寝ていい？もう絶対うまい。もう何食ってもけ、もうほんとね、フラッペチーノ飲んだ時にもうね、あのアルマゲドンのさ、ブルース・ウィリスがさ最後ボタンを押す時にこうファッ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 って未来が見えるじゃん。わかる？あの嫁のブランコの過去のシーンとかさ、もう結婚式グレイスのこうファーっていうのとか全部見えるじゃん。あんな感じでこうね、口一口入れた瞬間、チョコチップ、パフ、キャラメルのシュガーのやつとか添加物が全部わかんの。全部の味がもうファッファッファーってすげえうまいの。もう毒なの分かってんだけど、毒なのにうまいの。ビール飲んだら多分ベロンベロンになるね今日は。これ絶対飲んじゃダメ。これビールうまいとかじゃなくてハードドラッグになる。新大阪から堺までの歩き配信の時、携帯カメラぶら下げてた。ブラブラさせてた。いや、わかるよ。これね、これ、はるさん相当すごいよ。17時間でしょ？あと1時間で、だから歩いたんだよ、彼女は。女で。相当すごい。うん。まあ、装備していけばね、ある程度。うん、ただ、何がみんな引いてるかっていうと、みんな黙るらしいの。みんな喋らないらしいの、うん、なんか知んないけど、俺ほらメンヘラじゃん。もう脳内麻薬出まくってて、もうなんか喋りだけは止まんねえんだわ。もう多分麻薬やってるやつみたいな感じ。もうブリってるように見えるでしょ。もう完全に今見に来たやつ、山手線の配信企画ってやったらこれ通報レベルでしょ、これ完全に、うん、もうドーパミンが出すぎててやべえわこれ。ずっと喋れる。スタンプでさ、駅に行かないといけないっていうのが大変だよね。大変。階段がもうやばい、うん、しかもどこにあるか分かんないじゃん、うん、すぐ見つけられるパターンの駅だといいんだけど、ターミナルは地獄、うん、これ逆に助かって、新宿で歩くのなんかやだもん、うんうん、かっこいい、かっこいいかどうかじゃないからもう本当にかっこ悪いから。もうかっこいいとかかっこ悪いとかでやってねえから、もうほんとちょっと言っちゃったね。いやほんとだから、かっこいいとか狙ってやってるんだったらもっとかっこつけるわ。かっこ悪いだろ、うん、昭和のドラマみたいだよ。トレンディードラマ、トレンディーだね。スタートよりもよく喋ってる。もうダメ、脳がとろけてる今。あのバキの耳こうやってやってシャキーンだから、シャキーンって分かんないでしょ、うん、エンドルフィン出すんだよバキは。耳ひねって、あ、脳汁が、脳汁出そう、うん、
後悔とかじゃない、もう今しかないの。一歩歩くことだけを考えてんの。短い、もうこんくらいの一歩、こんくらいの一歩一歩一歩、その度に激痛が走るの。もう一歩進むだけ、ひたすらそれの繰り返し。革靴で一周5キロの重り、 T シャツに革ジャン、喋り続ける、アホ、真冬6度アホ、さっき3度ぐらいだった、うん、脳は復活したね。今ドリンク飲んだのと、これ以上飲まない方がいいな。あとなんか食いもあったっけ。バナナは、バナナ食わない方がいいと思う、重くなる体が。うまい棒、おにぎり食ったでしょ。あと何残ってたっけ。アクエリアスも、いや飲み物いらねえな。ていうか汗かいてないんだよ、一滴も。だからみんなね、多分勘違いしてんだよ。そう、体力的にきついと思ってるじゃん。違うの、痛いの。もう本当に体力はずっと歩けるんだよ。体力は大丈夫なのよ。痩せてない、だから多分。おやすみ。血尿出るかもね。血尿出るかもね。血便が出る。血便、いやそれがね、違うんだよ。生まれて初めて血便出てたじゃん。あのトイレ拭いた時だけ血が出てたんだけど、血が水にドバッと出てた。あ、やばいね。やばい、ちょっと。そうなんだよ、言ってないけど俺血便中なんだよ今。充電 70% ある。パソコン配信に切り替えるよ。あれ、なんか入ってんな。何それ。モンタンのクッキーだ、もうボロボロになって。ひどい。全部食べるわ、モンタンがくれたクッキー。それでも今度ね、食べれば。いや今食う、甘いのは甘いの貴重だから。脳汁出るから。コーヒーあるけど。あ、コーヒーいいじゃん。甘いのいいじゃん。甘いの。あそこなんで販売あ、ない10倍ぐらいに甘く感じる。ゴールはお尻。パイクッキーなんだけど粉々パイが、うん、あかねえ。切った方がいいじゃん、横向か。いや、いい、もう行く。いや、切るわ。甘ったるいのいいね。甘ったるいの効くわ。もうスポーツドリンクじゃない、甘いの飲みたい。おしるこ、おしることかじゃないの、砂糖。砂糖、もうあのだからフラペチーノみたいな、うん、ごめんね休憩長くて。もうこれラストインターバルだから、チャンスだから、ガーッと、うん、ああ壊れてる。こっちか。砂糖うめえ。砂糖がうめえ。糖分ってすげえ。糖分って回復力がすごいって言うじゃん。うん、やばいこれ。もうハードドラッグだよ俺にとって今。マジで超ハードドラッグなんだけど。なね、マリファナとかじゃねえから、もうマリファナとかコカインとかヘロインとか今すぐやめろ、くだらねえから。砂糖だよね。山手線一周して砂糖舐めろ、人間の底力見ろ。
やばいこれ、中毒性やべえ。うん、もうドラッグとかじゃねえから、砂糖だから。脳がすげえ。低血糖になってたんじゃない？多分ね。ポカリとかってほら汗の成分が脱水症状系に効くやつじゃん。違う、甘さ今欲しいの。うまっ。もうね、全部に分かるの。味覚が糖が足りないのを分かるのよ。の糖が入ってした瞬間にダーンってくんの。ドゥーンってダーンってくんの。今日ご飯何？今日は天津飯。うわいいね。天津飯、うん、うわ具はちょっと天津飯のもと。いいね、天津飯カニ玉のもと、玉があったから。いいよ絶対うまいよ。ナイスチョイス。大盛りある。うめえ。なんだポカリあげるから、これコーヒーちょうだい。いいよ。うん、うめえ。砂糖がジャリジャリ言うわ。ポカリ飲むよ、赤いリアス。うん、そこで買えるか。いや、いいのんたん、これあげる。うん、もう一本吸ったら行くわ。朝5時までにはクリアしてえな。一駅1時間コースでしょこれ。ごめんね、のんたん、アホだね。頑張ろう。うん、確実に記録ではビリだけど、やり遂げよう。やった側になろう。やった側に。スタンプやったしね。やった側になろう。結果出した側になろう。ドベでもいいから感想組になろう、うん。砂糖をこうやって手に砂糖をまぶしてこうずっと舐めてたいんだけど俺。よく氷砂糖とかやる。あーもう絶対うまい。氷砂糖なんて絶対うまいわ。なんか乾パンとかに入ってるやつ。氷砂糖超食いて。俺多分ね、家帰ったらずっと砂糖舐めてると思うよ今日。いやマジでマジで。あんこあるから。あ、おしるこも作ってよ。うん、うん、おしるこにしようか。いや、電車は食いたい。もう、うん、もうだってさ、俺さ、おにぎりとサンダーとファミチキとなんだっけ、肉まんうまかったんで冷えてたけど、うん、クソごねちゃって申し訳ないことしたけど、肉まんとかねえって言ったけど口に入れた瞬間マジうまかったからね。一番効くのはあのブドウ糖。いや、なんだろう、ブドウ糖とかじゃなくてもうとにかく甘いのがいい。だからフラペチーノとか劇的に効く。甘いもの、マッカンとか超効くよ今。のんたんごめんね。のんたん見てた？普通のリスナーだったら今日の配信絶対寝てるぞ。いや見てた。見てた。面白いのかな。もう分かんないよ。ほぼ八つ当たりしかしてねえからな後半、うん、囲いに八つ当たりしてるから、うん、でも多分ね、喋らない人ってみんな喋らなくなるって言うじゃん。これ八つ当たりしないためにね、優しいからなんだよ多分ね。喋るなっていう方が難しい。当たってればね、もうリスナーに攻撃的になってれば痛みが和らぐんだよ。だから喋ってない方がね、無言の方は多分ね、配信者としてリスナーディスんねえって意味でやってんだと思う。
遠くないかな。あと千駄ヶ谷があるかな、ここに。いらねえよ、千駄ヶ谷。何が千駄ヶ谷だよ。ああ、風呂入りて、風呂、飯、睡眠、糖分。甘いの家にあったっけ、なんか。あんこ、あんこの甘さじゃないんだよな、砂糖なんだよな。いやもう、砂糖、もうスイーツが食いたいの。シュークリームとかでもう劇的にガッツンと甘いの。カントリーマームとか。シナモンロール、うん、そういうの。あれ2個しかない。でも2個食べちゃった。シナモンロール、ちっちゃいあのパンの中に入ってたやつ。あれじゃダメだ、もっと甘いの。水飴とか。そうそうそう、もうそう。もうね、パンチの効いた甘さじゃない、ダメ。なんだ、チョコ、チョコいいね、チョコ絶対うまい。2時間でクリアできるよな、いけるよな。出たくねー、この車から出たくねー。ブラウン、チョコブラウニーサンデー超食いて、デニーズのチョコブラウニーサンデーめっちゃ食いて、アイス、スーパーカップのチョコチップ。あれないね、チョコチップ。売ってないんだよね。あ、でも今ほら、あのケーキのイチゴのやつあるじゃん、うん、あれうまいらしいよ。マックのアップルパイいいね。これね、あのね、みんなに配信者いたら言うけど、山手線配信はやめとけ。本当に山手線配信はマジでやめとけ。ちょ待って、糖分が沈殿してるから振るわ、貴重な糖分が。三角チョコパイもあんのか、今冬だから。あ、チョコ美味しいね、あれ。なんかチョコパイ、ホットアップルパイ、まず買っていい。やってる、24時間だっけ。でも、だって朝5時だよ。あ、じゃあやってるね。やってる。新宿着いてからね、もう絶対代々木あたりで食ったらもう気力はもう無理。ギリギリの糖分調整してるから今。バナナ入れたらね、消化に持ってかれる。じゃあ一旦切り替えます。配信一旦切り替えます。オツです。ラスト2駅です。お疲れっす。みんなありがとうね、愛してるよ。お疲れ。次枠が多分ラストの枠です。どうもです。半周は余裕、半周からがもう4倍5倍に感じんので、実際タイムそうなってるでしょ。半周まで回るの4時間だったんだから、半周回るのに4時間かかってるのが、4時間で回れたのが後半で10時間以上かかってんのよ。そういうことです。取り寄つ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよ。もう